午後6時になりました。Hello everyone. You are going to listen to Denden Radio 76.1 FM Koza. Let's go. 皆さんこんばんは。毎週土曜日午後6時から7時まで地域から世界へ発信するラジオ。Denden Radio.はい、最後水曜、中華なみらということで、今日も、天然ラジオ、スタートエイビン、お願いします。はい、はい、最後水曜、中華なみら、2月14日土曜日、Google 9時、天然ラジオの時間のトイビン。皆様こんばんは、2月14日土曜日、午後6時、天然ラジオの時間になりました。パーソナリティやシマクトゥバビンチョウソウル深夜ユーナトゥ上村エネトゥ赤峰リュウムヤイビーンスリーから英語トゥシマクトゥバヌターチネクトゥバ近いるパーソナリティトゥシ小学校6人シーヌ板倉シャーナトゥボエルヤイビーン Hello everyone, it's February 14th on Saturday at 6 o'clock Time for Denden Radio ラジオ子供大学よっしゃいこの番組はシマクトゥバ英語大和口のトゥリリンガル3カ国語で挑戦し
次世代への島くつばの伝承と多世代・異世代・国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は FM コザと検索するとユーストリーム放送がライブで見られます。皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組は島くつば英語大和口ぬみーちぬくつばちかてぃちぎぬしでぬちぬちゃんかい島くつば伝承しうほうくねしでちがいるしで国際交流ししみるくて目的地そういびん。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、島くつば英語に関する質問もどしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。いずれも番組名でんでんラジオとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。ラジオチチョールグスーヨーからのメッセージ、叙勲リクエスト、しまくてば英語に関する質問など、どんな有志的未成ビリ応対、メールアドレスすべて小文字で、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp。ルチランデンデンラジオうち番組の王子勝ち見装置ラジオネームわしらラングトゥ勝ち見シェービリオータイ。はい、今週もデンデンラジオスタートですけども、はい、今週というかね、今日は各 FM 小沢さんの番組なんですけども、バレンタインデーを皆さん特集 されていまして実はですね、私たちも今日は、バレンタインデーの方も取り上げまして、であと沖縄でもね、一番大事な行事、大事な一番でしょう、旧正月の方も、はい、取り上げていきたいと思います。はい、はい、今日のオープニングなんですけども、ちょっと、まあ、いい話ですけどもね、ちょっと紹介したいと思います。地域からのニュースですね。2月12日から2月12日の、記事、ニュース記事なんですけども、琉球新報さんからですね、ハイビスカス目標は1万本沖縄市民の花植え付けということで、ニュースが届いていますので紹介したいと思います。沖縄市民の花であるハイビスカスで緑豊かな施設にしようと、 市体育協会は8日小座新金スタジアム前で1000本のハイビスカスを植栽しました。コザライオンズクラブや協力企業から120人が参加しました。特別協賛企業や団体が苗代などを協力しており、市体育協会によると、植樹にかかる費用総額は年間約60万円かかっているそうです。で、今年は県内一のハイビスカス園で広島東洋カープのキャンプを歓迎しようと、同スタジアム前での植え付け作業となりました。毎年ね、広島カープの、ね、プロ野球チームが、キャンプで訪れるということでね、沖縄市もウェルカム状態でね、迎え入れようというそういう考えだと思うんですけども、子どもたちも多数参加し、父母とともに握るシャベルに力を込め丁寧に苗を植えました。市体育協会の中曽根総務長は、会を重ねて小座運動公園内にもだいぶハイビスカスが増えてきた、1万本を目標に地道な取り組みを続けていきたいと話しました。いや、いいですね。沖縄市のね、花と沖縄市の花に選ばれているものが、ハイビスカスということで、こういう取り組み本当にいいですね。すごく花がいっぱいっていうことで、すごくなんかこれもね、豊かになるというか、うん、はい、すごくね、落ち着きますけどね。1万本ってどのぐらい生えてるんですかね。どうですかね。すごい多いはず、真っ赤ですかね。そうですね、あちらへん綺麗ですよ、うん、でも今でもとっても、ね、また広島カープのこの球団の色が赤なので、ちょうどね、いいんじゃないでしょうかね。
また今女性ファンがすごく多くてですね、カープ女子っていう名前なんかも出てまして、すごく人気ですよ皆さん。今年も沖縄市の方に来られるということで、皆さんね、行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに私も今赤のシャジャンプを着てるんですけどね、見えないですけどね自分は赤が好きなんで、こういうんです、いいなと思いました。はい、ということで、ね、各地沖縄でもね、野球のキャンプだったりとか、すごく冬でね、沖縄はとても暖かい気候ということで、すごく選ばれて来ていますけどもね、皆さんも、キャンプね、回ってみてはいかがでしょうか。ということで、オープニングは以上でいきたいと思いますけども、さっきも話したように、今日はね、バレンタインデーのちょっとちょっと調べてきたのでね、紹介したいなと思っています。とあと、旧正月ですね、沖縄の人にとっては大事な、年始めの行事になってますので、皆さんでね、勉強していきましょう。ということで、最初の曲に入る前にスポンサーさんの紹介、ゆたさるぐとうにげさびら。はい、いつもお世話になっているスポンサーさんの紹介です。住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機。有限会社ケイテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブル嘉手納店。自分らしく生きる空間、有料老人ホームニヘデホーム。有限会社ニヘデビル。どんなリフォームもお任せください。株式会社三人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンターシオン。寿司海産物石松。ビューティーサロンフレンド。 au ショップネーブル嘉手納店の提供、 FM 小里沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りしています。はい、スポンサーさんの紹介、ペーニペーデービタン。そして、売りから、スポンサーさんのグスヨ、一ペーニペーデービル。はい、ということで、最初の曲にね、移っていきたいと思います。最初の曲はですね、もう、すごく今、若者がすごくね、騒いでるさなかだと思いますけども、バレンタインデーでね、そういうの曲にぴったりな曲でしょうね、これは。沖縄のね、アーティストので頑張ってる皆さんも紹介しながらの、歌になりますので、今日流す歌はですね、モンゴル800さんの何でしたっけ、小さな恋の歌ですね。小さい恋もうとてもね、有名な曲だと思うんですけども、今日はね、このバレンタインデーということで、若者向けの今日は曲を流したいと思います。それではですね、モンゴル800さんで小さな恋の歌です。どうぞ。
だけどね。はい、ということで、ただいまの曲はですね、モングル800さんで小さな恋の歌でした。モングル800さんはですね、デビューして17年目を迎えますね、今年で。結成が1998年ということで、皆さんとても知ってると思うんですけども、インディーズでそのままこのデビューというかこの曲がね有名になりまして、インディーズ時代に、リリースされたアルバムメッセージが、発売7ヶ月でオリコンチャートで首位を獲得して、そしてインディーズとしては史上初の280万枚を売り上げたという、すごいですね、本当にね伝説的なバンドではないでしょうかね。でまた小さな恋の歌以外にもね、あなたにとかすごくね有名な 曲ありますけどもね。またこのグループ名のね、由来としてはですね、このギターのギマさんが、ギターの方でギマさんっていうんですけども、メンバーのこの方が思いつきでモンゴル800っていう、なんか思いつきで語呂合わせもいいですからね、いいですからね、なんかね、ということで、このそのまま名前が使われたというふうになってますね。このボーカルの上津清作さんはすごくね活動的で、ソロでもウクレレとかでも活動してるみたいなので、ぜひね今後の活躍にも注目でございます。はい、ということで、モンゴル800さんで小さな恋の歌でした。はい、最初のコーナーですね、今日は2月14日、バレンタインデーということでね、皆さんと一緒に進めていきたいと思います。はい、今日はどんな感じでいきますかね。今日は多分皆さんなんかバレンタインデーの由来などやってると思うので、とかなんかバレンタインデーにありそうなこととかいろいろあるじゃないですか、うん、あえてそこはチョコレートにしようかなということで、電電ラジオではチョコレートについてやっていきたいと思います。はい、なんかいろいろチョコレートにも由来があるようで、なぜチョコレートを渡すようになったかなどで、日本のいつからチョコレートを作ったかなどで、皆さんがよく知っているキットカットありますね、はいはいはい、ちゃんとレオも食べたことありますか。はい、ありますね。リスナーの皆さんも多分あると思うんですけど、そのキットカットはなぜできたかなどについてやっていきたいと思います。いいですね。はい、じゃあ最初に私からちょっと紹介しましょうか。あ、そうですね、沖縄の話ではないんですけど、ね、日本の話でもないんですけど、はい、少しびっくりしました ね、 ね、これ読んで。あ、ちょっとじゃあニュースですね、これ。まあ、海外でもね、バレンタインデーはすごく有名なんですけども、アメリカからのニュースなんですけどもね、はい、ちょっと英語読んでみてもらえませんか、シャナさん。はい。Americans are spending more on Valentine's Day. 和訳しますとですね、アメリカのバレンタインデーでの支出額が昨年より増えたっていうニュースでございます。うん、日本ではですね、昨年そこハロウィンが盛り上がりまして、バレンタインデーよりもすごく多くなってしまう、うん、使われるお金が増えたということで。今年は静かですね、なんかバレンタインデーも。そうですね、なんかね、また高校3年生はバレンタインデー入る前に就職休みに入りましたんで、はい、あ、そうですね、はい、ちょっとねもしかしたらもらえたかもしれないんですけどみんな一気になんか、はい、見ましたよ。はい、すいませんでしたまあいろいろありますけどもね、ちょっと紹介したいと思います。アメリカ人はですね、バレンタインデーが近づき恋愛に甘い気持ちになっているようだ。1月26日に発表された調査によると、消費者は今年、お菓子や宝石、花に多くの額を費やすことが予想されるという。なんかこれあれですね、日本はなんかチョコだけのあれですけども、アメリカとかはあれなんですね、物なんですね。なんかこれもなんか意外だなと思いました。で、この祝日、バレンタインデーのことなんですけども、を祝う人は平均で1人当たり 142.31 ドル
これ日本円でいくらかな。1ドルが100円なので、16,800円。え、1万、まあ、約1万4000円。16,000円って書いてますね。16,000円。7,000円ぐらいですよ。もう800円なんで。ああ、そうですね。17,000円費やすと予想され、昨年よりも8ドル多い。8ドルって言っても1000円、約1000円ですね。多いと全米小売業協会が報告しました。すごい。お菓子が買い物リストの半分以上を占め3分の1以上の人々が花のお買い上げ、あ、お買いも、あ、待ってよ、まあ、買うということですね。はい。で、今年はペットも愛を感じることができそうで、5人に1人がキムクジラの友達、ペットのことですね。ペットにごちそうを買おうとしていると。で、合計でバレンタインデーでの支出額は189億ドル、日本円にして2兆2000億円に達すると予想されていると。経済効果素晴らしいですね。すごいですね。またいいね、儲かって、いや、儲かってますね。ペットにもってよ。ペットにはびっくりですね。ない発想でしたね。いや、これはね、やっぱこの企業にとってもね、すごくね、潤っていいことですね。そうですね。まあ、このね、行事ごとで盛り上がるっていうのは本当に経済もね、潤いますので、すごくいいかなと思いますけども、はい、まあ、ちょっとしたニュースでしたけども、あ、これはですね、英字新聞って言って、ちょっとユナさん、ビデオっていうかカメラの方に、ジャパンタイムズ ST ということで、英字新聞の方に、掲載されている記事でございまして、英語の全部英語の文章でも書かれて掲載されてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。ニフェーデビル。はい。はい。ちょっとね、ニュース、お送りしましたけども、他にもちょっとしたチョコに関し、ちょっとね、チョコに関するちょこっとしたお話ね、ありますので、サラダがつまらないっていうことないよ。面白くない。いやいやいやね、ちょこっとしたお話を準備してますのでね、ちょっと紹介したいなと思います。はい、はい、何でしょうか。じゃあ最初にね、私からいきましょうかね。昭和天皇、昭和天皇とチョコレートっていうお話をちょっと、紹介したいと思います。この情報はですね、なんていうんですかね、チョコレートの世界史、チョコレートの世界史といって、武田翔子さんが書かれている本とですね、バレンタインデーの秘密っていうこの本があるんですけども、これをちょっと参考にした資料なので、ちょっと紹介したいと思います。終戦直後の1946年5月31日、昭和天皇は連合国最高司令軍マッカーサーとの前年9月以来の2回目の会見のため、アメリカ大使館に赴いた。この会見終了後、応接室から天皇が包みをぶら下げて出てきました。天皇は苦笑交じりで、チョコレートをくれたんだよマッカーサーがね、と言ったというという話ですね。で、戦後日本に進駐したアメリカ兵に、子供たちがギブミチョコレートとねだったという話はよく知られていますね、と、うん、そうなんですね、チョコをくれと、うん、栄養が高いですからね。あ、そうですね。あと甘いし、あのお菓子がない時代だったら食べたいものじゃないでしょうか。なるほどですね。で、チョコレートが日本で初めて製造販売されたのが明治初期の1878年、で、売り出したのは米津風月堂という東京の日本橋にあったお店ですね。はい。こう、なんかでも最近じゃあ最近ですかね。そうですね、もうこれぐらいからあったということで、で、終戦後ですね、チョコレートが日本で作られなかったのは太平洋戦争の開戦前年の1940年以来、主原料であるカカオ豆の輸入がストップしてしまったからであると、うん、やっぱね、戦争の影響でもね、そうですよね、やっぱありますよね、このチョコレートやっぱ美味しいですからね、この食べたかった方もいるかと思うんですけども、まあね、戦争があるとやっぱいろいろ止まってしまいますから、やっぱチョコレートもね、一旦ちょっと食べれなくなったということで、ちょっと紹介したんですけどもね。まあ、昔戦争でね、ちょっとなんか両国がね、
アメリカと日本がちょっと冷たい、うん、ちょっとなんかいい関係ではないのは確かだったと思うんですけども、はい、まあ、こういったちょっとねアメリカ人のそのユニークなところっていうかね、うん、ジョーク、マカサがチョコをね、うん、すごいですよね。なんかすごい工夫なんか、うん、まあよあんまりね良くない、まあ、戦争は別として、まあ、人としては一応ユニークだなってすごく感じる文章ですね、うん、はい、ちょっと長かったですけども続いてですね、次、あ、さっきの輸入がストップして後の日本へのカカオ輸入が再開されたのはですね1950年のことですね。戦争が終わってから44年に終わったかな戦争は。あ、違う、40今年70周年。あ、そうですね、70周年なので45年に戦争が終わってますね。だから5年後ですね。でやがてバレンタインデーに合わせてデパートでチョコレートが販売されるようになると、うん、1950年にもバレンタインデーがあったんですね。でもおそらく多分あれですよね、企業戦略として多分もしかしたらそうですよね、ですよね、うん、あの先ほどのこのラジオ4時台の命の水さんでも言ってたんですけど企業戦略じゃないかという話もしてて、はい、うん、戦略だったね、やっぱりこれはねどうにかねチョコの売り上げをということで、そうですね、すごい考えたらすごく頭いいなと思いますよね。なんかこの資料にもあったんですけど、はい、もう一なんか1回目になんかいろんな英字新聞に貼ったりして宣伝した人たちがいるみたいなんですよ。こうやってバレンタインデーでチョコ配るよみたいな、あ、買いましょうみたいな。だけどそれは効果がなくてこのそのままもう水に流れてしまったみたいな、その努力もで2回目でこういうふうに成功したみたいです。なるほどですね、やっぱりそれ聞くと企業戦略だなと。そうですね、あの頃のさ相当昔のことだと思うんですけども、昔のこの努力があって今の皆さんがね2月14日といえばチョコレートを買う日というなんか定着したね日がねなったかなと、すごくすごいなと思いますね。で、あの本格的にこの習慣が定着したのが1970年代に入ってからということで、最近ね、そうですね、本当に最近ですね。沖縄もだから日本に返還されたのが1972年ですから、まあ、本当に最近のことですね。でももしかしたら沖縄はねアメリカに、まあ、まあ統治下にあったので結構、ね、食べてたかもしれないですね。そうですね、お菓子なども出回ってたと思います。うん、ね、おばあじゃなくて短命梅短命の方々、はい、結構チョコ上宮な方結構いますよね。わかります？あ、わかりますね。甘党ですよ ね、 ね、結構すごく食べるからびっくりするんですけどスニッカーズとか普通に4個ぐらい食ってましたよ。でも結構あの年代の方たちがこのアメリカのお菓子とか親しみやすい味なのかもしれません。ああ、そうですね、甘えてますかね。なんか子供の時の味などあると思うので皆さん、だから家に行った時にいっぱいあるんですよ。へーだから自分も一緒に食べるんですけどじゃあリュウ先輩にとっては得ですね。そうですね、孫たちにとってはまた嬉しい場所でもありますよ ね。その歴史もね聞きつつね、そうですね、聞いたら楽しいかもしれません。はい、はい、ちょっと紹介しました。でですね、あと一つちょっと紹介したいんですけども、キットカット、皆さんご存知ですよね、キットカット。はい、ね、この受験シーズンもね、そうですね、いろいろ語呂合わせでキットカツなんて、あ、ありますね、ありますね、語呂合わせもありますけどね、はい、シャートレーはなぜあんな形なのか分かりますか？ね、皆さんね、キットカット想像してみてくださいね。珍しい形してますね。そうですね、まあ間にね、溝があって2つに半分にしやすいような形になってますよね、皆さんご存知でしょうか。でそれのちょっとね、なぜこの形になったのかっていうちょっと紹介がありますんで、ちょっと紹介したいと思います。で、キットカットの溝に隠された歴史ということで紹介します。でキットカットはイギリスのロントリー社が1935年9月にチョコレートクリスプの名称で売り出したものですと。チョコレートクリスプですね、この溝はこの溝ですね、
この間の水はですね、はい、男性労働者が仕事場で手軽に食べられるチョコレート菓子を作り出そうというアイデアから生まれた商品ということなんですね。ちょっとこれ初めて知りましたね。そうですね。あと食べやすいですね。うん、さすが、あ、はい、そうですね。そうですね。なんかシェアしやすい感じの。だし片手でなんかすぐ一瞬でパクパクっていける、ね。そうですね。今のように人々に栄養が行き届いた状況ではなかったこの時代、きつい労働をこなすためにはいかにカロリーを補給するかが重要な社会問題となっていたと。で、そこでチョコレートが注目されたということなんですね。うん、はい。はい。いや本当に確かに今甘い、今はね甘い甘いってすごく美味しい、ね、甘いの美味しいって言いますけども、やっぱりね昔は相当きつい生活を強いられてね、こういった中でもね皆さんで一緒にチョコを食べるっていう、それが栄養が高いからということでね食べられていたということですね。でそれ以前欧米の労働者たちが仕事をこなすためのエネルギー源としてアルコール類を手に取ることが多かったと。ですが当然ながらアルコールは労働意欲を損ないやすく、その常習者は工場を休みがちになるので経営者も頭を悩ませましたと。うん、やがてアルコールの、まあ、代用品として紅茶が飲まれるようになったのだが、はい、紅茶を飲まれるようになったということですね。で紅茶にねカフェインが含まれていますからね、はい、すごく上げてね、そう作業しやすくなったんですじゃないですかね。で血糖値をより上げるために紅茶とチョコレートという組み合わせはまさにベストカップルであったと。だからこの2つのねチョコレートと紅茶がね、うん、この労働者の皆さんに配られていたという話ですね。いや今はチョコレートと紅茶とか皆さん食べますか一緒に。そう、ね、あんまりなんかイメージないです。食べないですよね、うん、いやでもね2つの組み合わせで食べるってなんかおしゃれですねそうですね、ね、まあ、今の人がこんなって食べてしまう、やっぱこの組み合わせで食べてしまうときついですかね。血糖値上がるので、そうですね、太ると思いますよ。ちょっとやらない方がいいかもしれない、ね、糖分が多すぎて。だからまあ明日が沖縄マラソンですのでね、沖縄マラソン、ね、走った後とか、あ、いいですね。いいじゃないですかね。いい組み合わせだと思います、うん、落ち着いてねとね、糖分欲しいと思いますので、はい、いいじゃないでしょうかね。ということでこういうねキットカット、ただねこの恋人たちと一緒にシェアするキットカットではなくて、昔昔こういうね歴史があったということで、ね、皆さんにね覚えていただきたいなと思っています。はい、他にも何かありますか。これぐらいですかね。はい、ということで、はい、チョコについて皆さんね、バレンタインデーね、ちょっとバレンタインデーのね期限とかよく先ほどの番組でもされてたんですけども、デンデンラジオではチョコについてねちょっと、紹介しました。たくさんね日本にはたくさんのチョコがありますから、その中でもねエイリスグリーのチョコを皆さん使ってですね、バレンタインデー今日ですのでね、まだまだ一日は終わらないので長いですよね、気持ちを伝えてない皆さん、はい、どうぞ存分に伝え合ってください。それでは最初のコーナーは以上でございます。はいはい、じゃあちょっとねブレイクタイムの方に移りましょうかね。なんかチョコの話したらチョコ食べたくなりますね。そうですね、甘いもの食べたくなりますね、はい、そうですね。まあちょっとお楽しみにということで、もう私もねちょっとねもしかしたらもらえるかもしれないのでね期待しますよ。シャナさん、シャナさん期待しますよはい、はい、ということで、あ、切り振られますね。まあいいさ、ね、いやもう頑張りますよ。よし、じゃあもうねブレイクタイムで頭冷やしますね。ちょっと、まあ、盛り上がってたんでみんなグブリーサビタン、じゃあもうブレイクタイムいきましょうね。レオくん、じゃあお願いします。うねげれサビラ、今日の曲は Earn It by The Weeknd です。 The Weeknd っていうアーティストなんですが、初めて聞いた方もいると思いますが、The Weeknd はカナダ出身の R&B のシンガーです。マイケル・ジャクソン以来の才能とも言われている今年注目のアーティストです。この曲はスローテンポのラブソングなので、バレンタインにぴったりな曲です。では、Earn It by Weeknd です。どうぞ。ダン！
The song was earned by The Weeknd でした。今日のレオのワンポイントレッスンは Look Like を取り上げたいと思います。Look Like は何々みたいだというように物を何かに例えるときに伝える表現です。この曲では You make it look like it's magic まるで魔法みたいだという意味になります。例えば友人にアフロが似合う友人がいたらこういう風に言いましょう。You look like Yoko Gushiken。あなたはまるでグシキン Yoko みたいだねという意味になります。では言ってみましょう。はい、You look like Yoko Gushiken。You look like Yoko Gushiken。ではもう一度 You look like Yoko Gushiken。You look like Yoko Gushiken。Look like は簡単に使えるので、ぜひ使ってみてください。はい、レオ、Thank you。グシキン Yoko。ね、アフロといえばね、グシキン Yoko ですけども、ね、皆さん使ってみてください。The Weeknd ですね、すごく魅力的なんですけどもね。アリアナグランデと一緒にね、曲も出したりとかしてるので、皆さん聴いてみてくださいね。僕は多分予想するんですけども、来年のグラミーは多分 The Weeknd が出てくるかなと感じますので、今年はね、サム・スミスさんがすごく活躍、飛躍された年なのでね、来年は The Weeknd、皆さん注目して見てみてください。以上です。はい。次は、次のコーナーは何でしょうか。はい。今月2月19日、来週の木曜日ですね、が、旧正月にあたります。沖縄といえば旧正ですよね。いや楽しみですね。楽しみやいびん。ちょっと沖縄の旧正の風習を勉強しようかと思います。はい、はい、沖縄の旧正月では、まあ、今はちょっと新正に影響されてきてオードブルなどになってると思いますが、昔は何を食べてたでしょうか。そうですね、昔はどうですかね。沖縄といったら、ね、沖縄と言ったらゴヤ、いやまあそうですね、食べてるかもね。いやエビニャあ、サトウキビ、うん、エビニャもっとごちそうだな。うん、いやこれはね肉、うん、もう沖縄そばに入って美味しいよね。あ、豚肉。お、豚肉、うん、正解やエビ。はい、豚を食べてました。豚の丸焼きって言ったらいいんですかね。丸々一頭、何人で丸々一頭。家族で。そうそうそう、家族でシェアして食べる。豚、そう豚もシェアして食べる。普通じゃん。丸々一頭すごいよね。昔の方が家族多いんじゃん。うん、そうですね、うん、だから普通だよ、うん、そっか、うん、昔はね、サザエさんみたいな大人数のねファミリーが多かったですからね、大家族、うん、ね。でもこの日だけはもう本当にみんなウキウキしてたみたいですよ。ああそうですか、はい、学校行くのもルンルンで行ったってぐらいって言ってました。いいですね、はい、そう豚ですね、みんな豚を殺して、ね、そうですね。この時期ですね、そういえば皆さん豚を殺す日決まってるんですよ。皆さん実はわかりますか。旧暦の12月27日なんですよね。はい、27、はい、この日のことを内縄口でですね、ワークルサービーと言いますね。はい、豚を殺していい日、はい、その日の寒さを、はい、そうですね、このちょっとぐるいんですけどもね。で、この日もまた一段と沖縄が寒くなるということで、ワークルサービーさというふうにも言われてますね。明日ぐらいから寒くなるみたいですね。そうですか。この旧暦に合わせて。ああ、本当ですね。またこの旧正に入る前のまあ、今ぐらいの時期ぐらいからまたね、ちょうど明日ですね、明日が27日、明日27ですか、はい、皆さん明日はね、うん、豚肉食べてください。あ、豚肉を、まあ、殺せる人いないですかね、まあ、寒くなるので、ね、たくさん着込んでください。そうですね、はい、あと沖縄マラソンもあるので、そうですね、うん、もしかしたら豚も一緒でね、ボランティアなどもたくさんいると思うんですけど、参加する方、はい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 、ぜひ来た方がいいですね。そうですね、なんか寒くなるみたいですね。一緒に豚も走ってるかもしれないので、そうですね、一緒に大会、寒大会、はい、寒かったね。
で旧暦のこの1月1日の朝に若水、お去年は1月の何日でした、去年でしたっけ、は平菅子先生が直接ラジオに来てやってくれましたよ、ね、やってましたね、はい、去年ですか、あ去年いいです、ね、覚えてる、早いですね、うん、若水、ね、はい、あこの初めて1月1日の朝に初めて汲み上げる水のことを若水と言い、この若水を飲むと健康、豊年、幸せが訪れるという言い伝えがあるそうです。おー、いいですね、はい、今は水道水かもしれないけど、あ、そうですか、そうそう、昔は井戸とか泉、うん、から汲んでいく、そうそう、夜明けに行ってこの男の子が汲んできた水を家の火の神様やこの神棚、床の間に備えて、仏壇にはお茶にしてあげたそうです。へー、あ、これはじゃあちゃんとした決まりがある、ね、みたいですね。へー、また美味しいでしょうね、なんかこの気持ちもね、なんかこもってというか、心、うん、の中からそういうね、新しく迎えていってね、新しいお茶ですからね、またね、新茶ですから、なんか引き締まりますね。はい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 、まあありますけどもね、はい、ちなみにじゃあ一つだけ最後に、この内名口で、はい、大晦日、あ、そうですね、お、はい、皆さんわかりますか、リスナーの愚数用もなんていうか、わかりません、わからないか、わからないですか、難しいかもしれない、ね、はい、これじゃあ、はい、リュウビ先輩、そうですね、はい、ウチナグチシェ、ウチナグチで言うと、年のゆる、年のゆるって言いますね。はい。年のゆる。あ、だから年の夜ということで、まあ一年のね、うん、最後の日ということで、まあ夜、この最後の日を夜に例えて年のゆるというふうにね言われてますけどもね。まあそれが今日じゃないや。もう新暦で言うと。2月のいつでしたっけ、18日が大晦日になりますね、年のゆるになりますので、そう、19日からはもう新年です、はい、ね、そのまあ明日豚を殺してその18日に、豚を食べると、はい、ですよね、大晦日に豚を食べて、沖縄の昔の人たちは、先人ウヤファーブジの人たちは、食べていたという話ですね、はい、ね、まあもし今リスナーさん、皆さん聞かれている方はですね、まあ、今年はちょっとね変えてみて豚を食べるとか、うん、やってみてもねいいんじゃないでしょうかね。じゃあ沖縄そばではない、沖縄そばはね最近のね、はい、あの本土の文化ですね、あれ文化ですね、からちょっと影響されてきたものだということでね、はい、沖縄は豚をね足していただいていたということでね、これね日頃のね感謝込めて皆さんで家族でね共有しながら食べていたというね歴史もありますのでね、皆さんぜひ実践してみてください、絶対美味しいでしょうね、はい、ということで旧暦についてのコーナーでした。はい、次のコーナーありますか、はい、続いて明日行われる沖縄マラソンについてやりたいんですけど、はい、今回は英語でもしもこんな状況だったらみたいな感じでシャーナに教えてもらいたいと思います、はい、で明日の沖縄マラソンは第23回みたいですね、お23回、はい、とフルマラソンには 13,187 名、10キロの一般と高校生の部に3565人がエントリーしているそうです。総勢 16,752 人がこの挑むということで、非常に多いですね、はい、9時スタートみたいですね。で最後はフルマラソンは午後3時15分までみたいです。ぜひ応援に皆さん駆けつけてみてはいかがでしょうか。そうですね、うん、あでも交通規制が多いみたいなので、沖縄市、うるま市、北中城村で順次規制がかかるそうですので、うん、気をつけてください、車を持っている方は、ね、
ちょっとね、これの情報知らないでね、通った時テンション下がりますよね、絶対。沖縄の人だったらほぼ知ってると思う。知ってますよね。ですけど、はい、行った時にかかってたら、規制が降りてまた歩いて、うん、応援するのがいいかもしれませんね。難儀しないように、そうですね、情報ね、気をつけていきましょうね。パヤオのところはパヤオのところは合わせのパヤオ。どんなですか、パヤオのところどうだったかな。大丈夫、とわからないので、ね、そうですね、わからない方は多分インターネットの方、はい、ホームページの方に多分掲載されてると思います、ね、されていると思いますので、はい、皆さんチェックしてみてください。はい、はい、はい、じゃあ今日はどんな状況の時ですか。そのまあランナーさんが気分悪そう、あ、はい、ありそうですね、ありそうですね。でその時にもしも自ら脱水、あ、じゃ自らその病名とか症状とか何かを言ったら何を言ってるのか、おう、うん、一番難しいところですよね、この専門的な用語になっているの で、まずどんな風に声をかけるかから入っていきますか。最初に聞くのは Are you okay か、Are you alright です、うん、おう、はい、では Are you okay? Are you okay? Are you alright? Are you alright? どっちも大丈夫ですかって、うん、意味なんですね、はあ、であっちがちょっとそれでも反応がなくて、うん、このだるそうな感じで何かを言ってきたと。どういうのを言いそうですか、はい、もしマラソンの時だったら。まあ脱水症状とか。ああそうです、脱水症状が多いかもしれませんね。はい、では脱水症状は Dehydration。 Dehydration、 はい、でもしも自分、まあランナーさんが言うとしたら、うん、I'm dehydrated、あ、私は今、はい、はい、脱水症状が起きてます、うん、とか、うん、ボランティアでなれたらね困りますけどね。そうですね、ボランティアの方たちが脱水症状困りますけどね、なんなのね、皆さんね、はい、では次は肉離れ、あ、はい、これもありがちですね、肉離れは、はい、うん、あれ、I pull the muscle?I pull the muscle? Pull がなんか引っ張った？ Pull、 あ、Pull、 Pull、 どういうに書いてあるじゃないですか、な、 Pull、 あ、書かれてるね、あの Pull、 はい、はいですね、で、マッソが筋肉、うん、筋肉、うん、で、はいですね、はい、はい、はい、次は、次は、あれ、熱中症、おー、熱中症、Heat stroke、 Heat strokeかっこいいですね。そうですね。いや、これ悪いんですよっていうね。熱中症であ、じゃなくて、ね、悪い症状ってことなんですよね。はい。他にもありますか、なんか。で、次が捻挫。あ、捻挫。捻挫。スプレイン。スプレイン。うん。スプレイン。スプレイン。スプレイン。はあ、捻挫ですね。で、次が骨折。骨折されたらもうどうしますよ、ね、そうですね。困りますけどね。はい、もしも足を骨折したら I broke my leg、 I broke my leg、 うん、で、あ、 V を言うと、ん、 V によって変わりますよね、言葉、うん、で、最後に出血、はい、Bleeding、 Bleeding ですね、はい、ということでね、いろいろ今並んでいましたけども、まあ、明日沖縄マラソンですね、ありますので、私たちボランティアとしてね、参加してきますのでね、沖縄マラソンを走る方々、皆さん頑張ってください、応援します、縛りよということで、今週のデンデンラジオ、ちょっと足早になってますけども、今週のラジオを終えたいと思います。ユニギエサビラ。お別れで大丈夫ですか、はい、お別れで、はい、それではまた来週。See you next week! また来週、